おー、なるほど、これがスマホの移植か。スマホらしいわ。おはようございます。ティレット回します。ドラゴンクエストライバーズやってみたいと思います。はい、ちょっと前から気になってたんですよ。スマートフォンで出たね、カードゲームなんですよこれ。で、スイッチにも移植されてるんで、早速やってみようと思います。あー、別にね、でもね、もう分かってると思うけど、まあ、誰も期待しない。おー、単発の人さん。あの、すいません、あの、単発の人、単発の人って、これも、なんかこの前もさ、某アプリで学んだんだけどさ、その連呼やめてくんねえかな。まあ俺がつけた。かわいいね、君、ちょっと。アメリア、かわいいね、ちょっと付き合わない、脇見して。おー、ドラクエ3の曲。やっぱドラクエの音源使うのはいいよね。まあ逆、悪く使うと使いまして。え？おー、すげえ！剣士テリー！あ、こういう演出入るんだ。どっち？俺どっち？戦士系キャラって言っただろ。リーダーと30枚のカードを組んだデッキを使ってもらいます。リーダーはあなたの分身と思ってください。俺の分身テリー？デッキからカードを1枚して手札に加えてみましょう。あ、モーモンかわいい。あ、手札2枚、2枚しかないの？カードゲームで、まず2枚しか手札がないって思え。お、拡大してる。拡大表示になってる。で、配置する、マス？マスなんて、ここには言っておくことはできない。ああ、あそこにしか置いちゃダメなんだね、今は。はい、チュートリアルに従います。あ、モーモンかわいいね。モーモン召喚しました。カードの選択できては A ボタンをゴールします。まあ、まあ、召喚用意できないね。できることがなくなりましたので、あなたが楽しみ。ああ、はい。で、ほら、このキャラクターは選択できない。ダメか。じゃあ行くか。あ、こうやって相打ちになるんだね。へぇー。モモでスライム倒しました。あ、後からでも召喚できんの？あ、なに、攻撃してから召喚とかできるんだ。へぇー。もうてっきり召喚したらもうバトルフェイズだと思ったら、でけえな、リザードマンよ。リザードマンでけえな。これで様子見だな。特技カード、武器カードがあります。特技カード、武器カード、スカード、ユニットのリーダーを動かすこと。リーダーを動かす？あ、リーダーが攻撃できんの？はやぶさ切り。あ、テリーのはやぶさ切り。テリーじゃないと使えないのかな？え、これ。はやぶさ切り！あ、そういうのなんだ。リーダー直々に来よった。へぇー。武器カード。リーダーに、あ、これもリーダー。へぇー。リーダー自ら相手こ、テリーでゼシカ切らんといてくれる？テリーでゼシカ切んの？そういう演出あり？いきなりチュートリアルから。暗いゼシカ！あれ？あ、これか。暗い！テリーでゼシカを切る下道！そんな、嘘でしょ？なんだ？断末魔聞けるんじゃないのか？お店の前味方ユニットを召喚してみましょう。リザードマンは何も書いてない。バニラユニットってやつか、これは。こうすると、ホイミサイマーは守られるわけね。攻撃されないわけか。リーダーを守る方法。縦に3体並べる。あ、縦に3体並べない限りは攻撃できんの、逆に。そんなこと実戦でしてる暇あんのか。うわ、こっから自分の力で戦えって言われた。急に投げやり。何これ。何これ。剣を求めて自分のデッキから武器カードを1枚引く。ない場合代わりにコンボを出る。剣求めとんちゃん。もう投げやりやないか。コンボを手札に加えとったら。俺の求めるものは最強の剣だけだ。よかったね、コンボを求めてたら。お前コンボを持ってたら面白かったけどね。キラーアーマー。うわ、だいぶ重たいね、君。だいぶ重たいね、君のコストというか。あ、2種類あるんだ、ボイスにも。へぇ。お！俺に力を貸せ！おー、いいね。あ、テリーでも食らってんじゃん。そうか、これリーダーに直接食らうんだ、今思ったけど。だからこっちが一方的に攻撃じゃないんで、向こうから食らうんだ、リーダー。じゃああんま意味ないね。炎の炎で焼
ちょい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 、リーダー同士で戦わんといてくれる？リーダー同士で戦うなよ。カードで戦いよ、お前ら。うわぁ、マドハンド仲間呼んでんじゃん。すげぇ、仲間呼んでる。へぇ、仲間を呼ぶ再現だね。マドハンドでプレイ、マドハンドプレイ。おら、それマドハンドプレイされたらそれそう思うやろ。ゼシカも実戦形式で戦いましょう。ああ、はい、ゼシカを3回ぐらい私ボコボコにしましたけど大丈夫ですか。コイントスで先行後攻決めますよくあるやつだね。急にコイントス始まったね。ああ、先行だけじゃどっちかわからん。はい、わっ、何そんなになんか違うの。待って待って、そんなに違うの。待って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 、こんなに違うの。それで統一取れてんの、すごいね。このゲーム遊戯王なんてどっちもドローするし、デュエマなんて1枚違うだけやで。え、結構ちょっと後攻有利じゃない、それパッと見。デッキから引いた手札は一度だけ引き直すことができます。え、引き直す。デンジャラスジーさんでもそこまでしねえぞ。あ、デンジャラスジーさんでもそこまでしないけど。しかも交換。ちょっと待って、それは、結構ひどいことするね。これ、結構ひどいことするね、随分。引き直しでも、そこまでひどいことするんだ。R スティックボタンを操作ガイドを見出した。あ、そういうことね。あー、こういう感じ。あー、じゃあ、あとはもう普通にやるだけだね。まあ、多分そんな、HP の差が凄まじいことになってる。あれ1枚引ける、先行でも引けんのね、一応。あ、じゃあ手札の差はないのか。そうか、手札引けんだ。先行でも。引けないもんだと思ってた。勝手に引けないもんだと思ってました。やってやるぜ！あ、なにこれ。ギガスラッシュ。縦1列に全てに参入ダメージ。あ、いいな、そういうの。取っておきたいな、縦1列のギガスラッシュ。で様子見だな。マドハンドがやられた。マドハンドやられた。まあ、こう、なんかさ、すげえなんかね、バトルフェーズの後に最後に召喚されるとなんかね、なんか変な感じになるな。うわぁ、軍隊ガニ出てきた。いいな、軍隊ガニ強そうだな。軍隊ガニ増えよった。武器持ってなくてもギガスラッシュはできるんだね。武器スガード持ってなくてもこういう技はできるんだね。命の灯火掘った。何それかっこいい。スマブラじゃん。来た、稲妻の加護。で、これで攻撃できるのかな。あ、いいね、いけるね。おら、いけ、軍隊狩り、軍隊狩りレイプ。おら。ゼシカ、ちょっと待って。お前、あまりにもひどいぞ、軍隊狩り、今度は。あ、エンジェルスライム喜んでる。かわいいなあ。はい、職業とリーダー。あ、こんなんなんだ。トルネコいんだけど。ちょ、トルネコいんな。俺ライオンは、ライオンいないの。ライオン。俺トルネコいんのにライオンとかブライいないんだから。ん、ランクマッチ、何これ。ライバルたちと結果。え？これオンラインプレイしかできないの？え、ランク、すいません。私他の人に迷惑かけたくないんすよ。なんかソロプレイってあるんじゃん、そこ、ソロプレイ。いや、負けても、いや、そうじゃなくてさ。あのね、ソロプレイ。あ、はい、そうじゃなくて。あ、また慣れてくるのはいいんだけど。いや、ランクマッチ到着しません。しません。ちょ、しないんですけど。ちょ待って。チュートリアルランクマッチはちょっとひどくないか。チュートリアルランクマッチはちょっとさ、他の人に迷惑かかるよ。チュートリアルさ、クリアできないって人いるんじゃないの。それはやめとこ。それはやめとかない。迷惑かかるから。他の人に迷惑だから、ランクマッチ。あ、いや、ワンチャン CPU 説あるから。ワンチャンチュートリアルは CPU 説あるから大丈夫か。ちょっとやろうか。
俺の勇姿を見せてやらないとな。誰こいつ、苦笑い袋。え、あなたの勝ちですな。うん、そうやな、迷惑はかけたらあかん。ああ、よかったよかった、大変そうやな、チキンが絶対やんない。というわけでドラゴンクエストライバルズ多分もう実況しません。